タンポポは中国の伝統医学で1000年以上も使われている。タンポポはヨーロッパでは愛される庭の花であり、多くの詩の題材になっている。タンポポは種が最大で8キロも移動する。これはフットボール場約88個分に相当する。タンポポの葉っぱは食べることができる。タンポポの葉っぱは美しいだけでなく栄養価も高い。タンポポはミネラルが豊富に含まれている。タンポポは非常に長い開花期を誇り、春から早い時期に咲き始め、秋の最初の霜が降りるまで開花し続けることができる。タンポポは現在では北米全土に広まっているが、もともとは主に薬効と栄養価を目的として初期の入植者によってヨーロッパから持ち込まれたものである。タンポポは庭園に多くの利点をもたらす。春に最初に開花するタンポポはミツバチや蝶などの花粉媒介者にとって非常に重要で、他の花が不足している時に花蜜と花粉の重要な供給源になる。